今日の子育てポケットは、保育園の看護師さんが軟膏の塗り方を教えてくれるよ。一緒に見てみよう。こんにちは。今回は薬についての第3弾、塗り薬についてお話ししたいと思います。塗り薬は処方されることが多い薬ですが、実は正しい塗り方がわからないなどお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。今日は実際の塗り方のコツを交えながら薬の使用方法をお伝えしていきます。ぜひ参考にしてみてくださいね。それではまず塗り薬の種類についてお話ししていきます。軟膏の特徴、油分に薬成分が入っています。保護作用が高く刺激が少ないため、傷やジュクジュクしたところにも塗ることができます。保湿性には優れていますが、ベタつき感があり使用後テカリが残ります。クリーム、水と油分を界面活性剤で混ぜたものに薬成分が入っています。軟膏と比べて伸びが良く、あまりベタつきません。皮膚への浸透性が良い反面、界面活性剤による皮膚への刺激があるので、傷やジュクジュクしたところに塗ることは避けましょう。ローション、水やアルコールに薬成分が入っています。速効性に優れているので、かゆみ止めや痛み止めに適しています。使用感は一番良いのですが、持続時間が短く物足りなさを感じることがあります。次に保管方法について紹介します。 1. 使用後は必ずキャップをしっかりと閉め、専用の容器で保管しましょう。容器を移し替えると、間違って使う、細菌が繁殖する、品質に影響が出るなどの原因となります。 2. 塗り薬は基本的に油分や水分でできており、熱に弱いため、直射日光や湿気を避けた涼しいところに保管しましょう。夏場など室温が30度以上になるときは冷蔵庫に入れて保管してください。ただし冷気が直接当たるところに保存すると、凍結して使用できなくなることがあります。一度溶けたり凍ったりすると、薬の成分が変わり効果が得られなくなってしまいます。適切な環境で保管するようにしましょう。 3. 薬箱や開けにくい容器に入れ、子どもの手の届かない場所に保管しましょう。塗り薬の容器は子どもからすると、お菓子や化粧品の容器に見えたり、興味を引きやすいため注意が必要です。お菓子と勘違いし舐めてしまう、化粧品のように薬を大量に塗る、口や目に入れてしまうという危険も考えられます。特に塗り薬のチューブは噛むと簡単に穴が開くため、必ず子どもの手が届かないところに保管するようにしてください。 4. 薬が入っていた外袋や外箱、薬についての説明書は捨てずに保管しましょう。薬の袋や箱には用法、用量、使用方法、保管方法などの大切なことが記載されています。処方された薬は袋や薬局でもらう説明書、市販薬は箱と説明書を必ず保管してください。次に使用期限についてです。チューブに入った塗り薬の場合、正確な使用期限はキャップと反対側に刻印されていることが多いです。未開封でもこの日を過ぎれば使用期限切れとなります。塗り薬を開封して使い始めると、温度、湿度、指で直接触るなどにある汚染などで品質に影響が出てきます。そのため一般的には使い始めてから半年以内が使用期限の目安となります。病院で処方された場合、2種類以上が混ざって容器に入っていることもあります。その場合は4週間を過ぎるまでは効果が持続することが分かっています。その後のデータははっきりと数字で出ていません。そのため容器に入った塗り薬の場合、未使用でも4週間を過ぎたら使用期限切れということになります。治療が終わったら待っていても捨てるか、約1ヶ月を使用期限の目安にしてください。いつもらったかわからない数年前の塗り薬などはもったいないと取っておかずに、思い切って破棄しましょう。使用可能期限内であっても使用しないでくださいね。次に塗り薬を使用する際の注意点についてです。塗り薬を塗る際の使用前後には必ず手を洗いましょう。チューブの口を傷に直接つけて塗るのではなく、一旦指や手の甲に使用分を取ってから患部に塗るようにしましょう。直接つけてしまうとチューブに細菌などが入り込んでしまい、使えなくなることがあります。綿棒などに取って塗ればより衛生的です。患部に塗った指や綿棒に再度薬をつけて塗ると、容器内に細菌が入り込んでしまいます。二度付けはせず、その都度手洗いをしたり、指を変えたり、綿棒を新しくしてください。
期間を置いて再度使用する場合には使用期限を確認の上、チューブの薬の先を少し捨ててから使用するようにしましょう。続いて使用方法についてです。薬には十分な効果を得るための適切な量があり、その量の目安となる単位や測り方があります。塗り薬の場合は分量の目安としてフィンガーチップユニット FTU と呼ばれる単位が使われています。ワンフィンガーチップユニットは大人の人差し指の指先から第一関節まで薬を乗せた量で、口径が 5mm のチューブタイプの塗り薬ではワンフィンガーチップユニットイコール約 0.5g となります。どのチューブでもワンフィンガーチップユニットが 0.5g になるわけではありません。口径の小さいこちらのチューブでは 0.2g になるため、第一関節より少し多めに取るようにしましょう。ワンフィンガーチップユニットは大人の手のひら2枚分の面積に塗るのに適した分量の目安です。塗る量が少し多いと感じるかもしれませんが、十分な量をしっかり塗ることが大切です。またローションタイプの場合は1円玉台がワンフィンガーチップユニットの目安となります。ただし塗る量に別の決まりや目安がある薬もありますので、医師や薬剤師から指示があった場合にはそれに従いましょう。ここから実際に人形を使って正しい塗り方をご紹介していきます。今回は処方される機会の多い塗布するタイプの実演をします。塗り方には塗布と塗札があります。塗布は指の腹を使って薬を皮膚表面へスースーと広げるように塗ることです。擦り込みによって過剰に浸透することを防いだり、皮膚に不要な刺激を与えないようにする方法です。塗札は薬を皮膚深くに擦り込むようにぐりぐりと塗ることです。皮膚に薬を擦り込むことで薬が体内に吸収されやすくなり、高い効果が得られます。主にスキンケアに使用する保湿剤や筋肉痛に使用する消炎鎮痛剤を塗るときに用いることがあります。擦り込む際に力を入れすぎてしまうと摩擦が生まれ肌が傷ついてしまうので注意しましょう。塗る前はきれいに手を洗いましょう。ワンフィンガーチップユニットを指に取ります。腹部や背部、腕や下肢など体の広い部分に塗る場合は 2,3 箇所点々と薬を置き、そこから優しく広げていきます。強くこすって塗ると皮膚にダメージを与えてしまいますので、擦り込むのは避けましょう。塗る際に手のひらで広げてしまうと塗る量が減り効果が薄れてしまうので注意しましょう。皮膚の表面には多数の溝があり、体の各部位ごと一定方向に存在しています。例えば腕では肘から手首の長い縦方向ではなく横方向に溝が見られるため、横に外用薬を塗り広げます。お腹や背中の場合は下から上のように縦方向や円を描きながら溝に沿って塗ります。塗り終えたら手を洗いましょう。キャップをしっかり閉め、処方された時の袋にしまいましょう。薬を塗るタイミングとして入浴後10分以内で皮膚の温度が上がった肌の方が薬の浸透性も10倍ほど高まり適していると言われています。注意点として、汗などの水分があると薬が流れてしまうので、タオルで優しく拭き取ったり汗が引いたりしてから塗るようにしましょう。脱衣所であれば全身状態の観察をしながら行うことができ、入浴による乾燥やかゆみの増強を早めに抑えることができます。入浴後以外のタイミングで薬を塗るときも、できる限り皮膚の汚れや汗を取り除き清潔な状態にしてから塗るようにしましょう。子育てポケット。次に塗り薬についてよく聞く質問にお答えしていきます。ねえねえ、かゆみにはステロイドってよく聞くけど、結局いいの？悪いの？ステロイドは炎症やかゆみを抑えるホルモンの一種です。効果が高い反面、副作用を心配する声がよく聞かれますが、処方されるステロイドは安全性がきちんと確認されているため、使用方法を守れば心配はありません。ステロイドを使用する際は、医師や薬剤師のアドバイスをしっかりと守り、正しく使用するようにしましょう。塗り薬を塗っても、服を着たら擦れて効果が薄まってしまう気がします。薬を塗ってすぐに服を着ても何も問題はありません。
湿疹などで悪化している部分は薬の吸収も早いので、服につくことはあまり気にしないで、しっかりと必要量を塗ってくださいね。お薬を塗っても良くなりません。再受診の目安を教えてください。再受診の前に次のことを見直してみてください。まず、外用薬をつける量は少なすぎていませんか？先ほどお話ししたワンフィンガーチップユニットの量を出して、手のひら2つ分の面積に薬をつけることが大切です。ティッシュが1枚貼り付くような感じになっていたら OK です。次に、十分な期間は塗れていますか？湿疹に薬をつけた場合、かゆみがなくなれば薬をつけるのをやめてしまう方が多いのですが、その場合すぐに湿疹が再燃してしまいます。かゆみが収まり、触った感じがツルツル、スベスベになるまで外用薬の使用を続けてくださいね。最後に、外用薬を皮膚にすり込んでいませんか？すり込んだ方がよく効くような印象があるかもしれませんが、かえって摩擦により皮膚が傷んでしまい逆効果になります。優しく皮膚にのせるような感じで塗り薬をつけていただきたいと思います。以上のことを意識しながら薬をつけて、それでも良くならない場合は違う病気であったり、薬が合っていないことも考えられます。新たに違う症状ができてきた、悪化していると感じた時は再度受診してくださいね。薬が2種類以上処方されました。塗る順序などありますか？2種類以上を使用する場合の順序の原則は、まず広い範囲に使用する薬、次に狭い範囲にポイントで使用する薬です。例えばステロイド軟膏を使用した後にクリーム剤を使用すると、後から使用するクリームによってステロイド軟膏が塗り広げられてしまいます。医師から指示があった場合以外は原則広い範囲から狭い範囲と覚えていてください。普段のスキンケア用のクリームなどとお薬を併用してもいいですか？保湿クリームと塗り薬を併用しても問題はありません。その際も先ほどの塗る順序を守って塗るようにしてくださいね。ただ原則である塗る順序にも例外はあります。必ず医師・薬剤師に使用方法を確認してから使用するようにしましょう。塗り薬みたいに何時間置いて使用しましょうという決まりはありますか？塗り薬は1日数回塗ってくださいねと医師や薬剤師に言われることも多いと思います。ステロイド、保湿剤は1日 2,3 回が一般的です。塗り薬は塗ってから 1,2 時間程度で皮膚の奥の方まで染み込んでいくため、再度塗る場合は1回目に塗った時間から最低2時間は空け、患部の状態を見ながら塗っていくようにしましょう。ここまでご覧いただきありがとうございます。なぜ塗り薬を塗るのかをお子さんに分かりやすく伝えてあげることが大事です。かゆいのバイバイしようねなどお話をしながら塗るようにすると安心してくれると思います。また薬を塗る時間は親子の触れ合いタイムと思っていただくと、保護者さんもお子さんも楽しくケアができるかもしれないですね。子育てポケットの動画ページではお子さんとの触れ合い遊びも紹介しています。ぜひそちらと組み合わせて楽しい時間をお過ごしくださいね。オンライン保育園では子育て中の親子を応援するさまざまなコンテンツを配信中。こんな方におすすめだよ。未来ネットオンライン保育園で検索してね。今しかないおうち時間を一生の思い出に。